アンパンマンの作者、香美市華北町出身の柳瀬隆さんと妻の信さんをモデルにした朝ドラ「アンパン」が2025年春から始まります。作品では、ちょっと気が弱くて自信のない隆と夫と共に生き、牽引し続けた八金おのぶの2人の人生が描かれます。妻の信さんはドキンちゃんのモデルとも言われていますが、もともと柳瀬さんとは高知新聞で働く同僚でした。信さんが別の仕事をするために上京してしまうと、柳瀬さんは後を追いかけて信さんの家に居候として転がり込んだといいます。当時のことについて柳瀬さんは、ふるさと旧華北町の町長だった野島民夫さんにあるエピソードを明かしていました。先生の作品が何か賞に入って賞金をもらったようでございます。それで2人がおいしいものを食べて、そこでもう結婚の申し込みをしてプロポーズしたということについてはね、にっこり笑うて、そうおっしゃっておられました。ノブさんに先立たれてしまった後、香美市にある生家の跡地に自分の墓を建てる話が持ち上がった際には。辛いのが東京のにも置いてあるからね、けど、一人ぼっちになるから、これは僕と一緒に眠ったお墓を一緒にすると。それは非常にね、熱い熱い愛情に満ちたものであったと思います。